謎の装置が出てくるんですね。中央に何か大きい装置があってその周りにカプセルがあるんですよ。このカプセル数えてみたらですね全部で14個あるんですよね。13人の王子が死んで1人だけが生き残ってその人のためにあるんだったらですねカプセルはこう13個でいいはずなんですね。これあの35巻なんですけども。 継承条件がどうなるのかと、生き残ったただ一人の王子が継承権を得っているけどそれだったら抽象的だと例えがそうじゃなくて死んだということにしてほしいっていうふうに王子の一人が言うとですねニュアンスを込みでこれちゃんと一字一句互えずもう一回教えようと「生き残ったただ一人が正式の多い継承権」。 それをどう解釈するのかを含めて継承戦だというふうに最近ですねやたら切れ者な雰囲気を出してきたですねわざわざ一字一句互い違えず違えず答えようと言ってるのがちょっと伏線っぽいんですよ。 でそれで気になったのがです、ね、次の36巻で出てきた見開きなんですけども謎の装置が出てくるんですね中央に何か大きい装置があってその周りにカプセルがあるんですよここにですね、えー、死んじゃったですねこのモモゼっていうのは継承戦で14人の王子がお互いを殺し合おうとしてるんですけども最初に殺された王子なんですよホイコロ王自身はですねこのモモゼのカプセルの横に立ってるんですけども どうもここに死体入れるようになってるみたいなんですよ。ところがですね、このカプセル数えてみたらですね、全部で14個あるんですよね。もしカプセルが生き残ったただ一人の王子のため にあるのだとしたら、継承戦が13人の王子が死んで1人だけが生き残ってその人のためにあるんだったらですね。カプセルはこう13個でいいはずなんですね。王子の死体からですね。何らかの力を吸収して与えるんだとしたらですね。ということは考えられる可能性は2パターンですね。つまりですね。このホイコーロー王自身もこの王様自身も死んでカプセルに入って。 13人の死んだ王子と归功楼王でですね一人の王子に力を与えるというパターンですねつまり継承者決定と同時に新しい王が誕生すると最新のね37巻のセリフでわしはもうう儀式の一部だ!」いうシーンがあるんですよね。銃で頭を撃たれてもです、ね、その弾が空中で止まってしまって归功楼王に当たらないんですよで継承戦が終わるまで死ねないっていうふうに自分で言うんですけども归功楼王自身にも見えないけども年中が取り付いてると。 だからホイコール自体を含めて14人が一人の王子の力になるという考え方ですね。もう一つの考え方がですね、15人目のですね継承者が存在する。つまり14人の王子っていうふうに言われているんですけども、王子の数は全部で14人っていうふうにですね、別にどこでも行ってないわけなんですよね。だから可能性としてはですね、15人目の可能性はまだ妊娠中の妻を乗せていると。 つまりその妻が出産してないので実は継承者のです王子の数は15人だという考え方とあと継承者がですね血族とは別に限らないわけですからそういうふうに考えるとどんどん広がってきてじゃあ,あ「ビヨンド・ネテロ」が継承者 の一人なのかもよとか考えるとどんどん複雑になってくるんですけども、こっちの方はあんまりないと思いますよね。ただ明かされていない15人目がいるか、またはホイコール自身も死んでカプセルに入るか、その辺りじゃないかなと思うんですけど、全くあの先が読めないですよね。本当にハンター・ハンターはいつもですね、予想以上のことをやってくれるんで,ですね。先が読めないっていうのもまあ、楽しい愚痴になっていきます。